安心して飲んでいただけるものを生産できる生産者でありたいと思いますので、その信頼を一日一日積み重ねて、将来に向けてまた酪農の人生を歩みたいと思います。福島県では4月1日をもって、帰還困難区域を除いて原発事故によってですね、避難指示が出されていた区域ほぼ全てが解除されました。今日までさまざまな困難を乗り越えながら頑張ってこられた皆さんがですね、一歩一歩前進をしている様子を伺うことができました。富岡では桜並木の復活を祝っていました。浪江においては商店街がにぎわいを取り戻しつつあります。また復興の未来は子どもたち、ここ南相馬小高区において小学校が再開をし、子どもたちがドローンやロボットの操作を学んでいました。2020年にはですね、ロボット競技の国際大会の一部がこの南相馬で開催されます。ロボットといえば南相馬と言われるようにしていきたいと思っております。今後ともですね、被災地の皆様に寄り添いながら、住まい、そして生業、まちづくり、そしてさらにはプロのケアに全力を尽くして、福島の復興、そして東北の復興を成し遂げていきたいと思います。はい、今町の方と共同して自分たちのやりたいことを浪江町で実現するってプロジェクトをやらせていただいて、そこでメディアの方であったり実際に政府の方が来ていただいて注目を浴びていただけることで、さらに福島県内であったり県外の人が関心を持って自分たちの活動だったりに関心を持っていただいて、どんどん広がっていけばいいなと思っています。これからも頑張りたいと思います。首相にもこうやってお言葉いただきましたので、富岡町の新たな一歩を踏み出していけるように、楽しい町に作り上げていけるように小さなことから取り組んでいきたいと思ってます。もしもう一回震災があったとしても、ドローンとかで手助けとかできればいいなって思いました。